こんにちは、目黒区の自律神経救世主、原町接骨院、久松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も自律神経やその他の症状でお悩みのあなたにお役に立つ情報を提供いたします。今回は足がムズムズする。その足がムズムズするのも自律神経が原因かのかもしれないということについてご説明いたします。足がムズムズするのも自律神経が原因ということですね。これをご覧になっているあなたはもしかしたら足を上げないと落ち着かないことがあるかもしれません。また貧乏ゆすりをしたくなることがあるかもしれません。これがひどくなってしまうともう眠れなくなってしまったりする場合もあるんですよ。そういう時は自律神経が原因していると思ってください。また自律神経が乱れるとですね、なぜかというと血管が収縮しちゃうんですね。収縮しちゃうんで血行が悪くなります。そうなるとこのムズムズという症状ができています。対策はどうするか、足の裏は柔らかくしてください。ふくらはぎを揉んだらいいんじゃないかってお考えになる方いらっしゃるかもしれないですけども、ふくらはぎよりも足の裏がいいです。足の裏は第二の心臓と言われています。足の裏が柔らかくなると足全体が柔らかくなり血流も良くなります。足の裏を柔らかくする方法は、以前の動画で説明してありますので今回は割愛させていただきます。またもう一つは38度から40度ぬるめのお風呂に10分程度浸かるようにしてみてください。それにより、血流が良くなります。血流が良くなってくると足のムズムズ感が減りますので、ぜひぜひやってみてください。またセルフケアをやってもね、もし改善しきれない場合、自律神経の乱れが強い場合っていうのはね、取り切れない場合ありますので、その時には、ぜひ、自律神経の治療をしてくれるところに行って相談してみてください。また、もしお近くの場合でしたら当院がお役に立ちますので、ぜひ電話でもメールでも LINE でもご相談ください。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。